Dude, that father is 皆さんこんにちは、いくさんです。今日はですね、ハロウィン直前ということで、かぼちゃで作るジャック・オ・ランタンね、これの作り方を、皆さんにご紹介していきたいと思います。私、ジャック・オ・ランタン作り歴ですね、もうすでに6年、7年、そこそこベテランでございます。もうね、過去にたくさんいろんなジャック・オ・ランタンを作ってきた私がですね、この2019年のハロウィン用にスペシャルランタンを皆さんにご紹介したいと思います。今日はパッキンカラーの T シャツを着てまいりました。それでは行ってみましょう。ジャック・オ・ランタン作り Here we go! はい、まずは道具の紹介からしていきましょう。まず最初に、大事なのはこれパンプキン。大体ね、直径30センチぐらいあるとそこそこ、好きなデザインを作ることができます。これあんまりちっちゃいと凝ったデザインができなくなっちゃうので、まあ、このぐらいね、見てもらった通りのサイズ、大体約30センチぐらいですかね。このぐらいのパンプキンを、見つけてきてください。これ都内で買うと1個2000円もします。続きましてこちらですね、ナイフです。でね、このナイフは、ちょっと、力を入れて切る必要があるので、こうなんていうのかな、太くて頑丈なサバイバルナイフとか、それから僕が使ってるのはこれは工作用のナイフなんですけども、がっちりロックがついていてずれないタイプのものですね。そして刃も非常に太くてストロングなやつです。こういうタイプのナイフを用意してください。多分果物ナイフだとね、ちょっと使いにくいと思います。で、まあこれマジックね、これはパンプキンにその彫るための絵を下書きするためのマジック。そしてね、これがとても大切です。彫刻刀。実はね、この彫刻刀があることで細かいところのデザインを彫り込みができるんですね。意外に皆さん知られてないんですが、これ彫刻刀あると絶対便利なので、ぜひ用意してください。それからですね、こちら、これちょっと特殊です。これはね、舞台衣装用の血のりです。それからこちらは爪楊枝。これはね、一番最後の仕上げで使うんですけども、どういう風になるかっていうのはお楽しみ。ここは池さんオリジナルになっております。さあ道具の紹介忘れてたのがありましたので、追加で紹介します。これね、なんだろう、お玉のちっちゃいやつとか、それからスプーンとか、それからね、ナイフね、こういうのも用意しておいてください。これ何に使うかっていうと、実はパンプキンって頭を取って蓋にします。そして中にあるね、かぼちゃの中身とか種とかをきれいにこうくり抜く必要があるんですね。中身をきれいにくり抜きます。その時に使ういわゆるスクレーパーですね。スーパーマーケットとか行くとスクレーパーっていうもの自体が売ってるんですけども、今回ね、買うの忘れちゃったので、このお玉のちっちゃいやつとかを代用します。まあ何でもいいです。中をこうスクレーピングするための道具になるものを必ず忘れず用意してください。で、後でも説明しますが、これ中をね、きれいに取らないと実はきれいに仕上がらないので、このスクレーピングするための道具っていうのも、皆さんそれぞれ何か選んでみてくださいね。さあ、では早速ジャック・オ・ランタンパンプキンね、作っていきましょう。まず最初に行うのは当然ですが、このジャック・オ・ランタンのデザインね、どういう、かぼちゃ、骸骨かぼちゃにしてあげるか、みんなインターネットとかで調べるといろんなデザインのジャック・オ・ランタン出てくるので、好きな絵をまずは決めて、このパンプキンに下書きしていきます。 OK。 それでは、下絵を描いていくんですけども、まずね、こうパンプキンのどの面にを正面にするかっていうのもとても大切になってきます。こう置いた時にやっぱりこの、面がね、広い角度を選ぶのが一番ベストなんですけども、本当はね、綺麗なつるっとした面で、面積が広い方ね、それを正面に持ってくるといいと思います。今回ちょっと僕はね、痛みのある面ではあるんですが、一番面積の広いところを正面に持ってこようと思います。で、まずマジック使いますね、マジック。でね、一番最初にやることは、蓋です。蓋にするための、円を描くんですけども、これがちっちゃすぎると、後で彫るのが大変です。で、でっかすぎると、後で顔を作る面がちっちゃくなってしまうので、彫っても、それから、デザインの邪魔にもならない一番ベストなサイズに蓋を作っていきましょう。ではね、僕の場合は、そうだな、このぐらいでいこうかな。このぐらい蓋になれば十分かなと思います。はい、こんな大きさにしてみました。さあ、では、描いていくんですけども、コツはですね、最初にジャック・オン・ランタンの特徴は口をね、大きく作ってあげることがすごく重要です。なので、デザインのまずメインを口からね、描いていって、目っていう風に、順番に描いていってバランスをとっていくといいと思います。こんな感じで、下絵を描いてみましょう。Here we go! さあ、こんな感じでね、下絵が描けました。僕は今回こういうちょっとね、悪っぽいパンプキンを描いてみました。さあ、この下絵が描けましたら、次はですね、最初にこの頭、蓋になる部分ね、ここをくり抜いていきたいと思います。ここで使うのがこのナイフですね。くれぐれも指を切ったりしないように細心の注意を払って蓋をくり抜いていきたいと思います。Here we go。 さあ、ぐるーっと一周切れました。蓋を取ってみましょう。この時かぼちゃの繊維がつながってるので、ちょっとね、そーっと取ってあげてください。じゃじゃーん、こんな感じで取れますね。こういうふうにいっぱい中のかぼちゃの中身が入っております。次はですね、この蓋をきれいにしてあげたり、それからかぼちゃの中身、これをくり抜いていきます。さっきね、スクレーパー用意してくださいって言ったのはそれですね。ここからかぼちゃを空洞にしていくための作業をしていきたいと思います。チェックだ。はい、じゃがじゃーん、きれいに中をくり抜くことができました。中にこのワシャワシャとね、種とか繊維とかがね、取れるんですけど、これね、この繊維が中に残っていると、ろうそくがきれいに、ろうそくの光とかがきれいに出ない。それからですね、虫がね、湧きやすくなるので、ここはちょっとこだわってきれいにね、なるべく、その時にこのね、僕みたいにね、100均のお玉の柄を取っちゃって短くした、これをスクレーパーにするとね、結構根こそぎ取れますので、ここちょっとポイントだと思います。それからこれがね、すごく重要なので、皆さん覚えておいてください。この絵になってデザインをする部分ですね、ここっていうのは、後ほど刃を入れてくり抜いていくんだけども、ここがね、肉厚が厚いとすごくくり抜くのが難しいんですね。なので、この絵の裏側になる部分の中身っていうのは少し、根こそぎこう削いでですね、肉厚を薄くしてあげるようにスクレープしてあげるっていうのがとってもコツになってます。デザインが凝れば凝るほど、カットするのが非常に難しくなっていくので、その裏側の面っていうのはなるべく肉厚を薄くしてあげましょう。あともう一点はこの底になる部分ね、一番ここにろうそくを置くんですね。なのでなるべくね平らになるように意識して彫ってあげるといいと思います。さあでは次は早速顔を作っていきたいと思います。ここでまたアドバイスポイントです。先ほどね紹介した彫刻刀を使います。この彫刻刀を使って彫るところのねアウトラインを引いてあげるんですね。後で、結局ナイフを入れるんですけども、その時に、ちょっとねこうアウトラインを入れといてあげると失敗しにくいと言いますか、刃が入りやすいんですね。なのであとは自分が彫るところっていうのをね確認できるので、一旦アウトラインを彫刻刀で入れてあげましょう。ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、アウトラインに沿って、彫刻刀でねラインを入れてきました。さあこれを今度はこのナイフでねしっかりと、くり抜いていきたいと思います。くれぐれも指を切らないように気をつけてくださいよ。よいこう。さてこういう感じで、ざっくり彫れてくるともういきなり完成は間近かなと思います。じゃあここから、まだねちょっとガタガタと汚い仕上がりになってますんで、細かい部分をきれいに整えていきましょう。レッツゴー。さて、だいたい綺麗に仕上がりましたかね。ほんではね、ちょっとね、刃を、表面のオレンジを落として白くしてあげようかな。それから目の中もね、ちょっとくり抜いてみましょうか。引きましょう。はい、こんな感じで綺麗に仕上がりました。刃はね、ちょっと、表面よりも薄く削ってあげることで立体感が出ます。この辺ね。それから目の中もね、少しくり抜いてあげることで立体感のあるパンプキンに仕上がります。さあ、あとは、最初に下書きで描いたマジック。これを、除光液を使ってね、綺麗に。落としていきましょう。もうこんな作業はチャチャチャっと終わります。マジックの線の後はきれいに落とすようにしてください。 OK。 忘れちゃいけないのは蓋もね除光液できれいに線を落としていきましょう。きれいになったところで蓋をかぶせています。さあどうでしょう。トゥットゥリー、完成しました。ジャック・オー・ランタン完成いたしました。どうでしょう。なかなか立体感のある迫力のあるかぼちゃになったんではないでしょうか。さあ、そういうわけで、実はもうこれでね、ジャックオーランタン、かぼちゃのランタン完成です。が、しかしですね、これは、かわいいバージョンです。やはりですね、父ちゃんは天然パーマ、かわいいジャックオーランタンでは、ちょっと物足りないんですね。どういうことかわかりますでしょうか。そうです、私はですね、やっぱり、おどろおどろしい、怖いジャックオーランタンを作りたいんです。皆さんぜひ参考にされるんであれば、こんな形でね、仕上げにするといいかと思います。子供たちにも喜んでもらえると思うんですけども、僕はですね、やっぱりちょっとここにオリジナリティを出したいと思いますので、こっからさらにカスタマイズしていきたいと思います。そこで先ほど用意しました、こちら。爪楊枝ね、爪楊枝と、それから舞台衣装用の血のり用意しましたね。これでやはり恐怖のジャックオーランタンに仕上げたいと思います。はい、恐怖のジャックオーランタンにするためには一度、きれいに仕上げたんですけどね、そうだな、下の歯を全部取ってしまいましょうか。ここから恐怖のジャックオーランタンに変えていきたいと思います。よし、では行きましょう。まずは下の歯を根こそぎ取ってしまいましょう。やめてくれ、俺の歯をやめてくれ、やめてくれ、俺の歯を。ビリー、歯がなくなってしまいました。歯抜けばあさんになってしまいましたけども、ここにですね、先ほどの爪楊枝を刺していくんです。このね、爪楊枝使うんですけども、ちょっとね、長いかな。これをまあ同じ均等な長さにハサミで少し短く切ります。箸置きの部分のね、根元の部分ぐらいでいいでしょう。ここで一回短く切っちゃいます。切りましたら爪楊枝を刺していきましょう。これが刃になります。真ん中からいきましょうかね。これもね、適当で大丈夫です。ランダムに刺していきましょう。かぼちゃ柔らかいので簡単に刺さっていきます。とにかくいっぱい刺すのがコツです。いっぱい刺さっていれば刺さっているほど怖いパンチキンに変身します。どうですか、だんだん怖くなってきました。歯はね、いっぱいあればあるほど怖い感じに仕上がります。いやー、なかなかね、指が痛い作業ですけども、頑張って刺していきましょう。よーし、できました。ギザギザの歯のジャックオーランタンです。さあ、これだけではまだ終わらないです。そう、先ほどの血のり、こいつを塗ることで完成します。ブラッドペイント、こいつでパンプキンの葉に血を塗っていきましょう。そう、彼はもうすでに誰かを噛みちぎった、そういう仕上がりにしていきましょう。うわー、怖い。どうでしょうか。さらに恐怖感が増したのではないでしょうか。あー、歯に、もうね、恐怖のパンプキンはとにかく、いろんな人たちを噛みついてまいりました。口の周りにも血のりをベタベタと塗りたくってあげましょう。そうすることでよりリアリティが出てまいります。ビリー、恐怖のジャックオーランタンが完成しました。はははは。はい、完成しました。ジャックオーランタン恐怖のハロウィン編。いかがでしょうか。だいたい所要時間、制作時間は2時間くらいかな、小鳥さん。うん。ね。簡単です。気をつけるのは、くり抜くときに、指を切らないように気をつけること、それから、デザインをね、あんまり細かくすると、切るのがすごく難しいので、このぐらいシンプルなデザインで、やってみると、1回目は簡単にできるんじゃないかなと思います。さあ、この他に、父ちゃんが過去に作ったパンプキン、紹介したいと思います。こんな感じです。いかがだったでしょうか。過去にね、もうね、4つ、5つ、6つぐらい作ってるんですけども、その中から今日はね、この、おどろしい、血のりたっぷりジャックオーランタンの作り方を紹介しました。これね、ぶっちゃけ、父ちゃんしか作れません。まだまだね、小学生とか、ね、ちっちゃい子さんに作るのは少し難易度が高いので、父ちゃんの腕の見せどころじゃないかと思います。というわけで、今回はジャックオーランタンの作り方を皆さんにご紹介しました。ぜひ、このハロウィン、父ちゃんたちが作るジャックオーランタンで盛り上げてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイ。バイ。ハロウィンナイトへようこそ。私が今夜お出迎えいたします。ジャックオーランタンです。このように仕上がりました。いかがでしょうか。そしてですね、中に入れているのは実はろうそくではないです。LED ライトですね。これです。この LED ライトを中に仕込んでみました。火を使わないのでより安全にハロウィンの夜を演出してくれるでしょう。わずか2時間で作れます。ぜひお試しあれ。Happy Halloween! Dude, that father is 10 and permed!